colored this is mirilu and hiroshiyashi japan another venus de milo venus de milo was hermaphroditus believe it or not this is a story about it mirilu son, a friend of mine let me know about a sculpture found in bergama turkey which is very similar to venus de milo i am going to examine them in this footage to show you that Venus de Milo was hermaphrodites. Before I talk about the Venus de Milo, please keep it in mind that in ancient Greece, gods kept or left their history in the shape of sculptures. Then I say, when we see the sculptures, we'll know the history of gods, ancient gods. So I say, don't be arrogant to say that Greek sculptures are created by humans. Don't be arrogant or uh, don't be arrogant arrogant to say that humans history was created by humans. And don't be arrogant to say that we are here humans in the process of evolution by ourselves. And uh, ladies and gentlemen, I'm going to show you Herma Florides. Hermaphroditus in Istanbul This is the sculpture or statue and he is a man. Just just make sure by yourself he is a man. And these facts were found by Milio Venus de Miro is on your right side and another statue is on your left side just just compare them with your own eyes thank you very much Hello, this is Hiroshima City Japan. I say in this footage, all a man. Again, I say here, all a man. みなさん、こんにちは。みんな男でしたという話です。その総集編です。ミリリュウさんがですね、トルコのイスタンブールの美術館だと思いますけども、こんな像を見つけてくださいました。顔、胸、 それぞれを交互に比較してみてください。皆さんは、まあ、多少ポーズが違いますけども、これら二つの像がですね、同じ像であることにお気づきになると思います。がしかし、右の像は女性ではありません。ついているものがついています。ただ折れてますけどもね。という話なんですね。 で、ミケランジェロがシステーナの礼拝堂の天井に書いたこの女性も男です。この方も男です。そしてこの方も男です。そして新たにこの方も男です。という話を続くビデオの中で紹介します。どうかご覧ください。なお、 Thank you very much for watching, and bye for now. Hello, this is Keiko Kato in France, and Hiroshi Hayashi in Japan. The Statue of Liberty in USA is a man. He is Bacchus or Dionysos. 自由の女神は男であった。えー、フランスラジオのワインの研究家として知られている加藤恵子さんから新しい情報が届きました。これは先日加藤さんからいただきました本です。レバノンの美術館でですね、 というよううよな像を見つけられたそうです、す。その情報を送っていただきました。これがバッカス、すなわちギリシャ名でリオニソースです。このバッカスの像を見てくださると分かりますように、胸が大きいですね。加藤恵子さんは、顔は男で体は女性だというふうに表現しておられます。まあ、そういうふうに思われても仕方のない。 体で、すねで。この胸が大きいというところに注意してください。これが、まあ、自由の女神は男であったという、まあ、一つの重要なキーポイントになります。これはディオニソス。ギリシャ彫刻のディオニソスです。胸が大きいですね。そして、これは森本聡さんが送ってくださった、やはりディオニソスの 彫刻ですけども、胸が大きいです。すなわちですね、私たちは自由の女神を見て、胸がやや膨らんでるから女性というように、短絡的に結びつけてしまったわけですね。そしてさらにそれから話が発展して、フランス革命に活躍したマリアーヌであるという間違ったといいますか、歴史観を作ってしまったわけであります。自由の女神は、 バッカス、ディオニソス、すなわち男でした。そしてこの胸の膨らみを皆さんもう一度ご確認ください。一番右が自由の女神といわれている像です。誰も世界中でこれを女神なんては言ってないんですよ。英語でも The Statue of Liberty なんですよ。こうした常識がまあ日本人の持っているですね 歴史館というものを狂わせているということです。まあ、厳しいこと言いましたけども、そうしたもの、まあ、ますか。か非常識な常識がこの日本には蔓延しているということです。Uh, thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, Hammam City, Japan.In Japanese, 自由の女神は男だった、part 2. えー、森本聡さ,さんがですねもう一枚のディ,ディオニソス、つまりバッカスの写真を、えー、拾ってく,くださいました、送ってくださいましたで。このなぜバッカスの写真が重要かというと、ですねこれから述べます自由の女神は男だったという、まあ、それルルを証明するためにですね大変重要な証拠となるからです。でまあまあ、最初にまずの 次のビデオで見せます。これがディオニソスの像ですね。体つきをよく見てください。このバッカスの特徴はですね、胸が大きいということなんです。そして、この人は女性ではありませんよ。ちゃんとついてますから。これをしっかりと頭に入れておいてくださいね。そして、森本さんがもう一枚見つけてくださいました。このバッカス像もそうなんですね。手にブドウ酒を持っているのが特徴です。で、これが、まあ、やっぱり胸が大きいですね。そして、これがついているから、 胸が大きいからといっても、この方は男性です。さあこの2つを比べてみてください。これから話します自由の女神は男であったという物語の中でとても重要なキーワードとキーワードといいますか証拠になりますからよく見ておいてくださいね。この胸です。両方の胸、まあ、あの両方っていうかあの バッカスの目は,胸は大きかったということなんですね。このことを頭に入れながら次のビデオを見てくださいと、えー、自由の女神は男だったということが分かっていただきます。Hello, this is Hiroshihayashi, Hamamas City, Japan.Mystery of Statue of Liberty.Zoroastrianism and Freemason.In Japanese, 自由の女神は男だった。 ゾロアスター教とフリーメイソンをつなぐ謎の点と線今日は大変重要な話をいたします暁様よりですねこのような情報をいただきました自由の女神は本当に女神なのでしょうかという問いかけですねこれには驚きましたそしてどう見ても男だというわけですそしてその顔はリオニュソスの顔だというわけですね 日本でではバッカスでよく知られておりますそしてこの、えーまあ、7の数字今度これからこの数字を精査してみたいと思いますが今日は、まあ、あのさておき私のまあ謎解きを話します。で7が非常に重要な数字であるということをまあ話しておられます。そしてですねこの、えー「自由の女神」には非常にこうまあ何て言いますか巧みな数字が隠されているというのですね。 まあそれについても今回は課題させていただきますが問題はその次なんですね。この「自由の女神」は3人のフリーメンソンによってまあフリーメンソン・リーと書いてありますによって作られたということなんですね。これには驚,いた驚くと同時に今まで私が解けなかった謎の何て言いますか パチパチパチっとこう謎が解けていきました。そして暁さんはですね。一枚の写真を送ってくださいました。左が、えー、今言ったようにバッカス右が自由の女神像です。そして、自由の女神像の足には鎖が巻いてあります。私はこの鎖を知りませんでした。大変貴重まあ、自由の女神はですね。片足を鎖に縛られてるんですね。で、これが男なのか女,の女なのかという問題なんです。 皆さんご自身では判断してください。自由の女神像の写真を、えー、集めてみましたなんとなく胸が膨らんでるから女性っぽいですねしかしまあ暁さんがおっしゃるにはたくましい腕そして、まあ、太い首なんかもそうでしょうね、えー、がっしりとした体つきこれを見てまあ暁さんは男性だっておっしゃるわけです。 で、気になるのはこの胸の膨らみなんですね。これは女性の膨らみじゃないのかということになるんです。ここでも胸,胸の膨らみが見られますね。で、ここまで見ると皆さんはですね、やっぱり自由,自由の女神は女神だというふうにおっしゃるかもしれません。ちょっと待ってくださいね、それには。で、自由の女神というのはですね、まあ、赤月さんがおっしゃるには、この顔はリオニソスの顔だというわけです。リオニソスは、まあ、 ゼウ,スのゼウスのね、まあ、復讐。バッカスとも言われます。これがディオニ,ィオ,ニオス、ディオニュソス像です。バッカスですね。ギリシャ彫刻です。胸を見てください。で、バッカス、ディオニュソスっていうのはですね、ゼウスまたはディオスは本来ギリシャ語で神を意味すると。これ神なんですね。ゼウスまたはディオソス、ディオソス、ディオスっていうのはもともと神だというわけです。で、この胸を見てください。 正確にというかあの、まあ、どういう偶然の位置とは言えないほど胸が大きいですねつまりこれに衣をかけたのがアメリカの自由の女神像ということになるわけですねもちろんあれがついてますからこれをこの人は女性ではありませんさあこの2つを比べてみてください胸を見てくださいねこの像に 着着物を着せた誰が着せて誰がどのように像を作ったかという問題も残るんですよ皆さんさあ今度は顔を比較してみましょう私の資料で顔を比較しています驚くべきことはですね目目皆さんご自身で判断してください口だけじゃないんですね皆さん髪の毛を見てください 左も自由の女神像もこれ髪の毛なんですよ。このように髪の毛を垂らしてるんですね。これには驚きました。髪の毛なんですこの。ここまで一致する像は他にありませんね。すなわち彼はリオニソスなんです。女性ではなく男性なんですね。赤月さんがおっしゃるようにこれはバッカス。まさしく男なわけです。自由のの女神というのは 男なんですね。女神って日本では言いますが、世界中の誰もこれを女神とは言ってないんです。Statue of Liberty とは言います。しかしどこにもガデスとは書いてないんですよ、皆さん。誰が女神と言い出したんでしょうか。おそらく日本人でしょうね。まあ、なんて言いますか、胸が膨らんでいるというまあ単純な発想だけで、女神像に仕立ててしまったわけであります。 まさに歴史の間違いですね。そして顔を見てください。この顔を見て皆さんは女性だと思いますかたくましい腕。これはあの赤月さんがおっしゃっておられます。この目つき、彫りの深い目、しっかりとした顎、まさに男の顔ですね。じゃあなぜこの像がですね 女性の服を着ているかですけどもこの服は別にあの、まあ、少ないですけどもギリシャ彫刻では珍しくありません左の像はギリシャ彫刻です似たような衣服を着ているのもあるんですほとんどが裸ですけどねこのギリシャ彫刻も大変よく似た着物を着ています衣服を着ていますですから衣服だけでは分かりませんで赤月さんがおっしゃるにはこれらのこれらといいますか自由の断像を作った人はですね プリメイソンだって言うんですね。女神だ女神の反対はオガミ像ですか。自由のガ神像を作ったのは自由の女神像っていうのもおかしい話ですけどもね。そういう方が正確ですね。あるいは自由女神像は間違いですね。で、これがジュアのギリシャの神々です。で、この神々の上に実は ミトラ教があるんですね、ミトラ教、いわゆるギリシャ神話というのはミト,ミトラ教の神々を言ったわけでありますそしてその上にゾラスター教があるんですそしてこのギリシャ神話の神々の下に今を説明しましたようにフリーメイソンとつながっていくんですよこの流れですなあちフリーメイソンというのはゾラスター教からあー、ね、あのミトラ教そしてギリシャ神話そしてつながってきてるわけです フリーメイソンはアメリカの1ドル,ドル札の裏にも書かれていますさあこれがフリーメイソンゾラスター教だという証拠になるんです皆さん分かりますか赤月さんがおっしゃるように松明を焚いているんです火を燃やしているんですなぜこんなところに火を燃やしているかなんですね実はハイカ教と言われているゾラスター教のシンボルなんですゾラスター教では火を焚きながら そして、まあ、まあ皆さん今ご覧になっているのはゾラスター教の儀式です真ん中の赤い日を見てください実は私たち自身もこのゾラスター教を信仰しているんですよあなたも私も 全世界の人がこのゾラスター教を信仰してるんですよこれがその証拠ですあなたもゾラスター教のメンバーなんです何の日だか分かりますかこれはそうなんですオリンピックの成果なんですオリンピックはギリシャで始まりましたギリシャ神話のギリシャですそしてそれがオリンピックのまあシンボルになっているんですね 配下教のハイ教がこういう形ゾラスタリズムがですねゾラスター教がこういう形で今の今に今に伝わっているということそして私たちは何も考えないでただの儀式として言いますけれどもこれはまさにゾラスター教の儀式なんですねナチ・ザラス・ストラの私たちは子孫だということになるわけです まあ、この今日の物語の終わりにですね私が発見した7の数字、暁、えー、さんは7という数字に非常に断っておられますけれども、そしてこの冠も7なんですね。3、4、ゾラスター教では7をに断っています。弟子も7人なんですね。そして次の続く6人の弟子の中にミトラがいるわけです、まあ7。弟子が7人いるわけです。 と7という数数字字はとても重要な数字なんですね特に古代バビロニア人にとっては重要な意味,だ意味を持っていたんです。もちろん彼らはエイリアンです。その証拠をこれからお見せいたします。古代バビロニア人たちはエイリアンによって指導されておりました。その証拠をこれからお見せしますた。一番左が太陽です。水、金、地、火、木、土と続きますね。 もう一度言いますよ水、金、地、火・木、土。それを並べてみました。左から日、水、金、地、火・木、土と並べてみました。いいですか皆さん、よくご覧ください。さあ、水曜日をここに置きます。ああ水星ですね。一つ飛,飛んで金星を置きます。そして地球を置きます。今度は火星を置きます。そして一つ飛んで木星を置きます。 そして一とんで金星を置きます。中央に太陽を置きます。もっと大きく、太陽をもっと大きくしてよかったんですけども、太陽を置きます。大きい外の円が太陽の円ですね。そしてこれをまた順に並,びな並べ直しています。日、月、月、地球は月ですね。火、月はあの地球です。火、水、木。 金土こうして今私たちが使っているカレンダーができたのです。これは私が発見いたしました。そして中央に現れるのが言うまでもなくダビデの星なんです。このダビデの星よくご覧ください。三角形がそれぞれ一つ飛びにつながってますね。すつなわちこのことを知っていたのは誰かということなんです。 水金千万ぐっと太陽の周りを回る惑星の位置関係をしていたのは人間ではありませんその当時の人間に知る由もないんですエイリアンですエイリアンが私たち人間を太古のバビロリアンの時代からゾラスター教その時代から私たち人間を指導していたということになりますね赤月さんどうもありがとうございました大変なヒントになりましてまた深く世界の謎を解くことができました最後にもう一言 誰がこれを自由の女神と言ったのでしょうかどうして女ということになったんでしょうか日本世界中でこれ,がこれを女神と言ってるのは日本人だけです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!、えー、追記版ですけども最初にバッカス2つの像のバッカスを見ていただきました。ディオニソスですね。 で、胸が両方とも同じ。で、顔はやや違いますけども、ボディライン、ボディは全く同じです。す,すなわち、これもあのギリシャ彫刻がですね、3D フォトグラフテクノロジーによって作られたという証拠の一つになるわけですけども、謎はまだ続きます。いいですか、皆さん。自由の女神像はギリシャ彫刻を元にして作ったということは、これでわかりますよね。ところが、ここでまた謎が生まれてくるんです。 じゃあ自由の女神像いわゆるその女神じゃないんですけどもねニューヨークにある自由の女神像は誰が作ったかという問題なんですよわかりますか というのは、ですねこの2つの像は、ですねまああのおそらくあの1つはあの森本さんの,あの検証によれば、ずっとほかどこかに保管されていたということですから、初めにこの自由の女神像ができたときには、ですねあのまあ、見られるところにあったよあったと思うんですね。それはそれなんです。だったら、なぜこれほどまでにですね類似して、酷似した像がですね、 全く大きさの違う像ができたかということになってくるんですよね。爆発音はおそらく2メートルから3メートルの範囲だと思います。詳しい資料はありません。しかし、自由の女神像はあの頭の缶、ね、の中にまで人が入れるほど大きいわけです。そうしますと、自由の女,女神像はどういう誰がどういう方法で作ったかという謎も生まれてくるわけであります。皆さんもこの謎をちょっと心の中に留めておいてください。というのは、この謎の向こうに巨大な王になってきますか まあ、そこ知れぬォーキーナナゾがカクセルティーいルということになります Thank you very much for watching and see you next time. b y e h e l l o This is Melodyu Atago and Hiroshiyashi, Japan.Venus de m i l o is a man.I say here again, Venus de m i l o is a man. 誰が、ミロのビーナスは女性だと言ったのか。誰がミロのヴィーナスは女性だと言ったのか。 この顔を心を開いてよく見てください。これは女性の顔でしょうかこれは女性の顔でしょうかメリルさんが トルコのイスタンブールにこんな像を見つけられました。これはアフロディティ、つまりヴィーナスの息子のヘルマフリディートスの彫像です。よく比較してください。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much。Hallo? This is Milu and Hiroshi Hayashi, Venus General Organ, who is Venus the Miller. The important thing is not to stop questioning, as Albert Einstein said. ミロのヴィーナスがですね、トルコにある像と似ているから調べてほしいということなんですね。これがアフロディティです。私たちがヴィーナスと呼んでいる女性です。まあ、何体か残っているんですけども、これがヴィーナスの息子のハーマフォロディティスという人ですね。 ヴィーナスと、いわゆるアフロディティと、ヘルメスの間に生まれた子供と言われています。アフロディティの息子はですね。まあ、女性化し。良性、良性を持つようになったわけであります。 フ,ァハーマフロディティスの,ィィスのあ像もたくさん残っています。が、その中でも特にこの右側の像に注目してください。メリリウさんはこの像がですね、ミロのヴィーナスに酷似していると言われます。そうしますと、ミロのヴィーナスというのは一体誰なのかということになるんですよね、その前に。これはアフロディティです。 一番右がミロのヴィーナスですね。まあ明らかに体のラインもそれから顔も違いますね。アフロディティは腰が細いですね。くびれています。ヴィーナスはやや小太りという感じがしますね。3D フォトグラフテクノロジーで作られていますから、このようにきちんとまあなってますか、それぞれの特徴を表現することができるんですよね。で、 ミロのヴィーナスは明らかに顔も、それから顔の、まあ、なんて言いますか、プロポーションも他のアフロディティとは違います。もう一度比べてみてください。似てるかなっていうところもありますけども、違いますね。似せては作ってあります。となると、この私たちがミロのヴィーナスと呼んでるこの女性は誰かということになります。 アフロディティと似ていますけども、しかし違う。ということですよね。で、このメロンのヴィーナスはですね、3D プリンティングテクノロジーによって作られています。その証拠をこれからお見せしますが、これは東京国立博物館にあるスタンディングブーダーですね、釈迦流像です。東洋館に今でも飾ってあると思います。これが元の横顔です。 それを横横だけ、に伸ばしてみます。そして、そこに、えー、アフロディティのあーごめんなさいミロのヴィーナスの顔を合わせてみますとほぼ一致するんですね。なあちこの両者はコンピューターによって作られているなどと言いますと中にはバカなこと言うなというふうに言われる方もいらっしゃるかもしれませんがちょっとお待ちくださいね。 そう判断するのはちちょっとお待ちくださいまあこのようにプロポーションが同じというだけではないのです。実はこのミロノ・ヴィーナスとシャカ・リュウゾはですね髪の毛のパターンが同じなのです。あのランダムに乱数がかけてありますから髪の毛が太くなったり細くなったりという違いはあります。しかし髪の毛のパターンは同じです。まあそのことは何度も、えー、精査してきましたのでここではまあ簡単にですね あの、早送りで皆さんにお見せいたします。確認なされたい方はその都度ビデオをポーズして調べてみてください。まずは、あの、大変よく似てる部分をこうして選んで、そしてその中から基準線を選びます。そしてその基準線を元にして、えー、上下左右に、あの、調べていきます。線は細くなったり太くなったりしてますから、 あたまあ、例えばビーナスの太い線がリューズの方では細くなっていたりしますからそのあたりの称号には細心の注意が必要です。こうして一本一本精査しますとわ、まあ、かりやすく言えば髪の毛の数は全く同じだということですね形も同じだということです太さはそれぞれぞ違います。 そしてですね、髪の毛のウェーブの数も5本ずつで同じなのです。こういうところからですね、ミロのヴィーナスと釈迦竜像は同じデータベースを使って作られたということがわかります。しかし、大きさはちょうど2倍違うんですよ。台を除けばですよ。ジャスト2倍ですよ。じゃあ、ミロのヴィーナスはどうか、誰なのか、もう一度尋ねてみます。これは誰なんでしょうか アフロディティでしょ。こう、消化ということになるわけですね。私たちがヴィーナスと、まあ、簡単に言ってますけども。しかし、まあ、ミリリウスさんがおっしゃるには、トルコで見つかったハーマフロディティスですね。いわゆるこれがアフロディティの息子になるわけですけども、同じだというわけです。似てるというわけですね。確かに体は同じですね。あの男性器を除いて大変よく似てることは事実です。 順に目で追っかけてみてみください筋肉の作り方盛り上がり方ただ残念なのは右の像はですね精,精密な写真が手に入りませんでしたので、まあ、これからあの手分けして探しますこのくびれの様子ですねこれはあの特徴があるんですよそしてこのボディーラインですけども、まあ、腰をですね何て言いますか上げてるっていうところですよね腰っていうかあの 向かってて右側の足を上げるまあこのように布がですねあの衣というか布がですね腰から下にかけてあると。それで右の方はヴィーナスよりもやや,下,や,やとか下に下がってますね。ですから正規が丸出しになってしまったわけです。となると結論はですねこういうことなんですよね。もう一度皆さんあのミロのヴィーナスを見てください。これは今ご覧になったように ガンダーラ、それから、まあ、いわゆるギリシャですね、間数千キロ離れて同じものができているということなんです。すなわち、人間が作ったものではないということですよね。その上で、このヴィーナスをもう一度見直してみます。特にここでは、まあ、腰にかかっているって言いますかね、足にかかっている布に注目してみてください。全部同じコンセプトで作られているのがわかります。 このように布がですね、半掛けになって、えー、下に垂れてるっていうのは、ギリシャ彫刻の中でもそんなにないんですよ。そしてそれらがですね、ちょうど、いわゆるアフロディティの息子、アフロディティ、いわゆるそのミロのヴィーナスとですね、アフロディティの息子と言われている像と一致するわけです。となると、ここでまた前の、まあ、何う、論理ですよね。 右二三,三つがですよ。まあ、ペニスがあると。となると、左二つにペニスがないと、どうして言えるでしょうか一番右は明らかに、明らかにそういうものですね。眩しいほどにそういうものですね。A person who never made a mistake never tried anything new. Imagination is more important than knowledge. No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. The important thing is not to stop questioning. Thank you very much, Midiryu san and Atago san. Bye. 続く1141号をそのまま見ていただきます。えー、この1141号を、まあ、作った時にですね、私は自分で致命的な間違いを犯したと思いました。つまり、ヘルマフリディトスがですね、アフロディティ、私たちがヴィーナスと呼んでいる女性のですね、息子である。 ということと、そしてミロのヴィーナスを混同してしまったわけです。が、結果的に、まあこのビデオは正しかったということになりますので、もう一度紹介しますけれども、私の論理は簡単です。つまり、私たちがミロのヴィーナスと呼んでいるあの女性はですね、実は女性ではなくて、一般に言われているアフロディティのですね、ヴィーナスの息子のヘルマ・フリディートスであった。 つまり男であったということです。つまり良性愚有であったというわけですね。そのことはこのヘルマフリディトスの、えー、彫像を見ていただければわかると思います。一見と言いますか、女性に見えますけども、このヘルマフリディトスはですね、まさに良性愚有胸があります。そして、ついているものがついています。 つまり、これがミロのヴィーナスの本当の姿ということになります。続く1141号をそのまま紹介しますので、矛盾しているように感じられる部分もあると思いますけども、どうかお楽しみください。長いビデオですけども、よろしくお願いします。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Howard this is uh, Mideliu, Atago, and Hiroshiyash, Japan. A Venus or Aphrodite with penises. A Venus de Miro might have had a penis. Believe it or not. This is a story about it. Miro no Venus niwa penis ga atta. ka shinjinai ka kono video mireba, anata mo という話です。まずその前に、二人のヴィーナス、アフロディティのについて簡単に説明しておきます。これがミロのヴィーナスです。皆さんご存知のミロのヴィーナスですね。紀元前130年頃作られました。しかし、この大理石のミロのヴィーナスにはモデルがありました。というか、盗作ですね。その、このミ,ミロのヴィーナスを魚ぶることを200年前に全く同じ像が作られていました。 もともとは大石だそうですね。そして、これがその像です。並べてみると、全く同じだということに皆さんお気づきになると思います。ただし、ほんのわずかだけ時間差が置いてあります。首の上げ下げの位置、わかりますか左の方はやや上上がってますね。こちらの方はやや下へ下がっています。これが紀元前330年頃に作られた、いわゆるヴィーナス、アフロディティです。 で、王冠を同じようにかぶっていたというのがこの髪の毛の様子からわかりますね。ほとんどというか、全く同じなんだけども髪の毛だけは違う。これがあの 3D プリンティングテクノロジーで作られたという証拠の一つになるんですよ。そしてボディラインを見てください。胸の形ですね。このボディライン。このボディライン、腰のラインを見比べてみてください。 で、やや全体に動いてます。あの違いが出てきますね。これはやはり時間差を置いてスキャンしたという証拠になります。足が出てる、出てないの違いもあります。これもやや、その、なって言いますか、データを取るときに少し時間差があったということを示します。で、ミリリューさんがですね、もうあと2体、ミロの、アフロディティの彫刻の写真を送ってくださいました。 トルコのイスタンブール博物館、美術館かわかりませんけども、ある二つの像です。これが一つ,つ目の像です。同じくアフロディティですね。ミリリルさんは控えめにアフ,アフロディティとは言っておられませんけども、間違いなくアフロディティ、いわゆるヴィーナスです。ウェンスですね。そして比べてみてください。そして驚くべきことに、こちらのヴィーナスにはペニスがついています。ご自身でよくご確認ください。 こちらのヴィーナスにもペニスがついています。すなわち、このイスタンブールのですね、美術館のヴィ、えー、ーナスにはペニスがついているということです。そしてしかもですね、折られてますね。4社を並べてみます。ミロのヴィーナス。その200年前に作られたもう一人のヴィーナス、アフロディティ。そしてイスタンブールの美術館にある2体のアフロディティです。こちらの方は、 布が下がっていて、ペニスが丸出しになっています。この4人のうち2人にはペニスがある。そして、後の2人は布で隠されている。ということはですね、後の2人にペニスがないという方が無理だということです。わかりますか論理の問題ですよ。まあ、論理学ですよね。よく考えてください。 そしてアタゴさんの理論を紹介しますアタゴさんがおっしゃるにはギリシャ彫刻は良性具有であったといわゆる女性はですね皆このようなものを持っていたということです非常に珍しい写真で、えー、昨日これを教えていただき私は本当にひっくり返るほどびっくりしました体は女性ですしかし 下についているものがついてるんですね。こちらのあギリシャ彫刻もそうです。胸があります。しかし、ついてるんですよね。両性具有ですね、明らかに。というか、ギリシャ彫刻のいわゆる女神、女性というのは、いわゆるペニスを持っていたということになるわけです。一方、 こんな彫刻もあるにはあるんですね。いわゆるペニスのないギリシャ彫刻もあるわけです。で、こういう頃を見ますと、やっぱりこれは女性じゃないかと思われるかもしれませんけども、アダムさんも私も同意見ですけども、もともとはここにはペニスがあったんですね。それを削り落としてしまった。だから陰謀もないし何もない。まあ、はっきり言えばテレテレのツルツルであるということなんです。おかしいと思いませんか ギリシャ彫刻では男性のそれはですね、事実に精緻に丁寧に作ってあります。ご覧ください。陰謀もしっかりと表現してありますね。そしてペニスの先まできちんと表現してあります。ところが女性の方はですね、みんなツルツルでテレテレなんです。おかしいと思いませんかそこでアタゴさんは削り落としたんじゃないかと、そのように推論を立てられました。私もそう思います。 その証拠が今日お見せしましたミリリュウさんのこのアフロディティのペニスです。こちらの二人は布をかけてますから見えません。しかしこのようにあったところでおかしくありませんよね。というのは今今日紹介しました残りの二人にはペニスがちゃんとあるんです。なあち、両性具有である。 だから、こうして布で隠したものを皆さんに、というか、誰かがですね、意図的にそういうものを見せているということになるわけです。で、ついていたのは削り落とした。しかし、トルコの方はね、ローマの力も届かなかったということになりますよね。そのことをしていたのは、実はミケランジョロではないかと思います。というのは、ミケランジョロはシステーナの礼拝堂の天井画を描きました。実に奇妙な絵で、 この円についてのビデオも作りましたので、どうかご覧ください。えー、ここに出てくる、まあ、人間はですね、男か女かさっぱりわからないんです。まさに両性偶養なんです。顔を見てください。女でしょところが下,に下の方を見てください。ついてるでしょこういう風なんです。胸はあって、胸はあって、女顔。しかし、ついてるものはついてる。両性偶養なんです。 この像もそうです。顔は女顔です。ダヴィンチの、あの、岩窟の聖母子を模しています。しかし、ついてはものはついてる。ひれまでついてるんですよ。これらの像には。この人は逆に男顔なんです。洗礼を施すヨハネの顔を模しています。しかし、体を見てください。プロレスラーのような体ですね。この人たちもそうなんです。 左の人もちょろんとこう出て、ついてるものはついてるんですよ。顔は女性。しかし、体は男と。ちぐはぐなんです。いわゆる両性具有という言葉を使えば簡単に説明はつきますね。この絵もそうなんです。顔を見てください。女性でしょ。顔を見てください。男性でしょ。ところが、ね左の人はもう男性の体ですね。そして右の人には、 男顔は男ですけども、ついているものがついていないということになります。まあ、結論から言いますと、まあ、結論からでも結論ですけども、えー、ミロのヴィーナス、それからもう,もう一体ですね、その200年前にできたミロのヴィーナス、アフロディティですね。そしてトルコ・イスタンブールの美術館にあるアフロディティです。ペニスがついています。4人のうち2人がついているということは、残りの2人にはついていないというどうして言えますかだって布で隠しているからわからないんでしょ というのが結論になるわけですよね。言い換えますと、右二人にはついてる。だから左二人にはついていないとは言えない。イコール、ついてる可能性が極めて高い。イコール、メロのヴィーナスにはペニスがあるということになります。たまたま布で隠れてるから、隠してあるから見えないだけなんですね。そのことがわかりにならなければ、一番右の像をじっくりとご覧ください。楽しいですね。 ということで、えー、ミリリさんからいただきました情報、アタゴさんからいただきました情報をもとに、えー、ギリシャ彫刻の女性たちは両性具有であったということを話しました。ミロのヴィーナスにはペニスがありました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! ハロー、This is Atago and h i r o s h i y a Japan.Greek Sculptures, Androgenous Man。ギリシャ彫刻の神々は両性具瘍であった、ま。とんでもない情報がもたらされました。驚くべきことです。ショッキングです。そして信じ難いことです。しかし、これがもし事実だとするならば、ギリシャ彫刻の謎、 それからルネサンスの謎がすべて紹介します。まずアタグさんからもたらされた情報を皆さんに紹介します。そして何枚かの写真が添えられていました。そのうちの2枚を紹介します。百聞は一見にしかずです。 だから、ギリシャ彫刻では、まあ、いろいろ言いたいことがありますが、それはおいおい検証していきます。だから、ギリシャ彫刻では、そのことについては、おいおい、証明していきます。皆さん、じっくりとご覧ください。まさに、 良性具有ですね。が、しかし問題はルネサンスのミケランジョロがそのことを知っていた可能性があるということです。ミケランジョロです。システィーナ礼拝堂の天井側にを描きましたが、そこに出てくる男と女は全部良性具有なんですね。その一例をお見せしますと、これは美しい美女ということになっています。しかし、この人はですね、 乳首が男性のものです。そして胸がありません。本来ならこの角度であれば、つまり女性であればこのように胸が見えるはずです。そのことはこの続くビデオの中で説明いたします。いかがですか。なぜミケランジョロはこんな絵をたくさん描いたのか。ほとんどがそうです。またダビデ像についてもそうなんですね。 これはミケランジェロが彫ったとされるダビゼ像ですけども、このダビゼ像のそのものはですね、まさに役立たずの一物なのです。なぜか、なぜか、なぜか。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much。たごさん、ありがとうございました。すごい発見です。ひっくり返りました。ありがとうございました。 Hello, this is Satoshi Morimoto and Hiroshihayashi Japan.October the 14th, 2014.Man or woman?That is a question, but all a m a n 男か女か。それが問題だ。しかし、みんな男でした。という話です。まあ、日本では これらの人たちは女性ということになっています。がみんな男でした。という話です。カペラシティーナにはミケランジョロの描いた天井画があります。まずそれらのいくつかを皆さんに見ていただきますが、これは男でしょうか女でしょうか 女でしょうかが、この人は男なんですね。はい。ついてるものがちゃんとついています。男なんです。では次の質問。この人はどうでしょうちょっと見にくいので、大きくしてみますが、優しい顔してますね。男でしょうか 女でしょうか。この人もついてるものがちゃんとついてるんですね女性の方はじっくりとご覧ください男ですこの人はいかがでしょうか無邪気な顔をしていますね男でしょうか女でしょうかしかし この人も男なんですね。ここにちゃんとついているものがついています。では次の質問です。この人はどうでしょうか何か物を思いにふけっていますね。男でしょうか女でしょうかこの人もよく見てください。少し見えますね。男なんです。 では、この人はどうでしょうかこの人はどうでしょう皆さんどう思いますか男でしょうか女でしょうか判断はつきましたか実はこの人も男なんですね。ついているものがちょんと出てますね。はい。では、この人はどうなんでしょうかよく見てください。この人はどうでしょう皆さん。 はい、ところがこの人は残念ながらまあ裸ではありませんがしかしやや胸が出てるかなと思うんですけども腕足を見てくださいあなたの奥さんやガールフレンドはこんなふうでしょうか問題はこれからなんですこの人はどうでしょうかこれはある 週刊誌にも最近ですよ美女とししてて紹介されていましたミケランジョロの書いた美女。しかし、どうもおかしいですね。乳首がないんです。少し書いてありますが、これは男の乳首ですね。またこの角度であれば、ね、はっきり書くこともできなかったのか,かもしれませんけども、この角度であれば、胸はこのように見えるはずです。ところがダ、ダヴィンチがですね、 こんな絵を描いているんです。レプタリアンです。レプタリアンの群像ってことで20人ほど描いてますけども、その中の一人が反転しますと、これはダヴィンチの絵ですよ。レオナルド・ダヴィンチの絵です。スケッチです。右がミケランジョロのスケッチです。ミケランジョロはダヴィンチのレプタリアン像をもじってこの絵を描いたものと思われます。 そして、この背中を見てください。ヒレがありますね。ザーっとヒレがついているでしょやはりレプタリアン像をもじて描いたわけです。そして、ミケランジョラはこの絵を元にして、先の絵を描きました。これは森本聡志さんが私に教えてくださいました。大変な発見ですね。これでこの人が男だということが証明できました。もう一度、背中と、そして乳首を見てください。 Hello, this is Hiroshihaya Shi, Hamamaseri Japan.Ladies without genital organs. 生きのない女性たち。Uh, 先日ですね、K さんという方と会って話したときにですね、K さんが私にこう聞きました。林さん、san, どうしてギリシャ彫刻の女性たちには生きがないんでしょうか 私、そういうことは考えたこともありませんし、また、そういう目で、こう、ギリシャ彫刻を見たことがありませんでしたので、大変驚きました。でまあ、男についてはですね、まあ、以前調べたことがあるんですけど、これはミケランジョロの、えー、ダ,ビダビデ像ですけども、まあ、これは 3D フォトグラフテクノロジーによってかか作られたものですけども、やっぱり、このね、ウルネサンスの時代であるにもかかわらず、まあ、こういったものをも持ってるわけです。で、これはもうリギリシャ彫刻の、いわゆる闘志ですね。 あの、その、もうこれだけ屈強な体を持っていても、ここの部分だけは、先にもう一つホースを付け足したようなものを持ってらっしゃるわけです。で、じゃあ女性はどうかっていうんですけどもね、あの、どういうわけだか、その、男性に比較して、女性の、それはですね、大変荒っぽいというか、まず、あ、それがないんですね、そういう彫刻が。で、先ほどもまあずっと探してみたんですけども、まあこれ、ギリシャ彫刻かどうかわかりませんけども、あの、 ルーブルか、えっと、これはどっかだったかなあの、博物館にあるんですけどもね。みんなこの辺がなおざりに作ってあるわけですね。細かく作ってないんです。え男性はこう詳しく作ってるはず、あの、一方、女性の方はですね、えー、確かにないんですね。計算おっしゃったように。計算の観察が鋭いですね。<laughs> はい。ごめんなさい、計算ね。私はあの、本当にそういう目では見たことありませんので。はあさすが計算。素晴らしい計算。 あお元気ですかまあ、要するにですね、これを、まあ、はい、ということなんです。これがもう一番露骨な、まあ、まあ、なんて言いますかスカ、スカープチャーなんですけども、えー、はい、この女性たちも非正規がないですね。まあ、当然、この、まあ、いろんな、まあ、わかりません、ね。やめまして、とにかく、その、はい、ないんです。ということで、続くビデオを、まあ、見てくださいますとね、 あの、Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. It's my pleasure that I can talk about a very, very, very beautiful world where only virgins live in Japanese. 童貞と少女だけの世界すばらしい世界ギリシャ彫刻の世界です。Useless, Useless, 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 Very, Very Useless ユーセレス Very ユーセレスこういうものでどうして女性を幸福にすることができるのでしょうか私たち日本人はですねこのように互いに愛を深めますヨーロッパ人というのは 日本人とは違うようよですね構造もも仕方も楽しみ方も違うようよですねあるいは古代ギリシャではこうしたことをしなかったというのでしょうか彼らが神,から神であるからではなくて実は彼らはヒューマノイドだったからです。 人造人,間です人造人間がセックスをするわけがないですね。女性についても同じです。乳首を見てください。まあ、はい、わかりませんが、多分男性経験のない女性だと思います。この方もそうですね。男性の怠慢ですね。この方もそうです。 体は立派な大人ですけども不幸にして私のような男性に恵まれませんでしたこの女性もそうですね不幸にして私のような男性に恵まれませんでしたこの女性もそうですね不幸にして私のような男性に恵まれませんでした

これがおかしいです、ね、子供はいるのにどうしてお母さんはですねバージン・ニップルズを持っているかということなんですね、はい。ということは考えるまでもなくこれらの像はですねエイリアンが自分たちの等身大の像をですね 3D フォートテクノロジーによって作ったからです。そのことはもう何度も証明してまいりました。 つまりですねあの、まあ、ヒューマノイドでありますから、あの当然あの性的行為といいますか、そういったセクシュアルあインターコースのような行為は必要なかったんですけども、で私はですね、昨日 3D プリントフィギュアというのを展示してあるというものですから、市内のデパートへ見に行ってまいりました。そこで写真を撮らせてもらいました。まずその、この大きさに注目してください。えー、1 8分の1ということですから、約、まあ 1、ね、0ンチから1 5ンチ弱の像なんですけども今このハマー松のこれ会社がこれを作ってるんですがのこの 3D フォトグラフテクノロジーを使った、まあ、あのテクノロジーを持ってるんですけどねあのここまでできるようになったんですね。で この像をですね、ま,あ、まさにこの 3D フォトグラフ、いわゆるその、まあ、写真を撮るのに15分もかかるそうですけども、もっと技術改良すれば、もっと瞬間的に撮れるようになると思いますよ。ともかくもこれがですね、3D フォトグラフテクノロジーのまあ結果なんですね。まだ、あのよちよち歩き的なところもありますけどね、ギリシャ彫刻と比べると。しかしもう、ギリシャ彫刻のようなものを作るのは時間の問題ですね。 あと、まあ、あのなてますか、研究が進めば10年、あるいは15年後にはギリシャ彫刻と同じものができるようになるわけです。そうなった時にギリシャ彫刻を今まで褒め、たたえ、まあ、なんて言いますか、してきた方はですね、その歴史の中に組み込んできた方は、どのように自分を弁解するのでしょうか。大変楽しみですね。ということで、あの続く598号を見てください。 3D Photograph Technology で作ったという証拠をお見せいたします。Hello, this is Hiroshihayashi, Hamamacity Japan.This is a very, very serious story for men. Very serious.In Japanese, 男にとって大変深刻な話をいたします。これらのギリシャ彫刻を見てください。 ユースレスですユースレスですユースレスですなぜユースレスかということはですね男なら知っていますもしあなたが女性ならばどうしてユースレスなのかあなたの夫か恋人に聞いてくださいユースレスですなぜ。 ギリシャ彫刻の男たちはこんなユースレスなものばかりを持っているかということなんですね。一度考えたことありますか。この男がユースレスというのはですね、大変おかしいです。不自然です。まあ、ね、先がとんがってさらにその先にホースがついているような感じですね。なぜギリシャ彫刻ではこんなものを作ったかということなんですね。 なぜならばこれを作った人がユースレスの持ち主というかこういうものを必要としなかった人たちだからです,ですねもちろんギリシャ彫刻というのは 3D フォトグラフ 3D スキャナーを使ったですね 3D フォトグラフでテクノロジーを使って作られているからです。これはもう何度も説明してまいりました。 まあ、つまりですね、3D フォトスキャナーってことは結局はまあ写真で撮ってですね、そしてそれをですね、あのまあデータベース化して、それで 3D フォトグラフでですね、掘るわけですよね。もう今,今でも,もう簡単にそれができるようになったみたいですね。で、これはチャールズ・ホールっていう人がですね、あのトール・ワイト、いわゆる彼はその、 エリア51の近くのね、インディアンスプリングズ・バリーっていうところにあ,あの基地があるんですけど、そこであのトール・ワイトっていう、まあ、エイリアンと一緒にずっと仕事をしてた人なんですけども、その人がこう最近になって暴露して、まあしてるわけですけども、その中にこんなこと書いてありますね。The most important physical aspect is that they are humanoid. 最も重要な、えー、肉体的なあの特徴はですね、彼らはヒューマノイドである。いわゆる人造人間というわけですね。そして、 彼らはおよそ800歳まで生きるんだと。400歳で一つの区切りをつけ、さらに次の400歳を生きるというわけですよね。まあ、そういったヒューマノイドだというわけです。いわゆる人造人間なんです。人造人間はセックスをしませんね。ですから、まあ、要するに、ゲリシャ彫刻というのはですね、えー、人間が人間を掘ったのではなくて、えー、当時の彼ら、私たちが神々というエイリアンがですね、 自分たちの姿、等身大の自分たちの像を作ったわけであります。すなわちヒューマノイドなんですね。じゃあ、この男はどうなんでしょうかこれはミケランジョロが掘ったデデデビダビデ像ですね。ダビデ像です。この男もまたユースレスなんです。ユースレスにする必要ないでしょう。しかもこれもし人間が掘ったら、マカケランジョロが掘ったら、こんなものは作らないと思いますよ。 ま先ほどのはね、ギリシャ彫刻ですから、明らかにエイリアンが彫ったものですけども、これは一応、ミケランジェロが彫ったものということになっていますが、こんなところにこういうふうになっていますか、ミスを犯したミスっていうかね、この大理石ですからね、後でこう、粘土細工のように、えー、エイリアンさん、これまずいよ、これじゃあ、じゃあ粘土,粘土でちょっと補正しとけや、というような簡単な問題じゃないんですよね。全くユースレスですね。これは、あの、まあ、 私も男ですから知ってますけど、小学校3年生ぐらいまでは、まあ、こんなようなものを持ってますね。しかし、4年生、5年生、思春期前夜からは急速に大きく発達していきます。じゃあ、なぜミケランジェロがこのような彫刻を彫ったかということなんですよね。いわゆるユースレスな一物を持ったダビデ像を彫ったかということなんです。それについてはですね、ダビデは神だったなんてことは後のこじつけ理由ですね。後から理由って言うんでしょうね、そういうのは。 なあち彼がこれらのダビデイビッド・ダビド像を彫ったからではないからです。なあちやはりこれらの像も 3D フォトグラフテクノロジーによって作られているんです。たまたま今日,で今日ですね、12月18日、こんなコマーシャルが新聞出ました。びっくりそっくり世界にたった一つの自分フィギュアと。3D フィギュア福袋と。 そしてその何て言いますか全身を撮影し8分の1のスケールのあなたを作りますって言うんですねこれからそれを見に行ってまいりますえどうか517号を見てくださいさらによりよくって言いますかより深くルネサンスの謎を知っていただくことができます 最後に、もう一度、アタグさんから送られてきた写真をご覧ください。まあ、私もギリシャ彫刻のまあ写真をですね、たくさん見てきましたけども、こんな写真を見るのは初めてです。雰囲気からしてギリシャ彫刻のものと思われますが、その確認もこれからいたします。胸があり、そしてついている。 まさにギリシャの神々は良性具有であったわけです。ですから、アタムさんがおっしゃっているように、女性は羞恥心がなく、また女性の性器は彫刻されていないわけですね。驚きました。いかがですか、皆さん。そしてこの事実はですね、なぜルネサンス期においてミケランジェロが良性具有の 人間を描き続けたかという謎解きの手間すか謎の謎を解く大きな鍵となるわけです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamase Japan.Today's story is about the mystery of peeled off skin of Venus. ヴィーナス・デ・ミロ、why not have people realize it before? This is the greatest misery. In Japanese、どうしてミロのヴィー,ーナスの皮膚は剥がれ落ちたのか。物は大理石です。大理石はですね、自然の大理石はですね、がは剥がれ落ちるということはあります。それはあの時と場,場所。 場所と位置を構わずですね、自然の中で割れるようにして剥がれることはあります。しかし、一度できたこうした大理石の像のですね、皮膚が剥がれ落ちるということは考えられませんね。しかも卵のカラーをめくるかのように同じ厚さで均等に剥がれ落ちているわけです。皆さんの近くのですね、まあ大理石の像を想像してみてください。まあ緑のミイラですけども、 まあこの肩の部分ですね。舞、え、香、ー、マ,マ,マ,マスコさんが届けてくださいました。でこれ見て,も見ていただくと分かりますように、やはりこのなてますか同じ厚さで均等に剥がれをしているわけですで。彫刻家の方に聞きましたら、大理石の場合はです、ね、中に空洞があったり,したりするような場合にです、ね、彫刻している段階でパリンと荒れるんだそうです。でそ,れそ,れはそういうことはあるんだそうですね。 えあのー、しかし、皆さんもう一度考えてください。これ、全体としては一つの大理石ですよ。その大理石のちょうどうまい具合っていいますかね、皮膚の部分だけが剥がれるようにして、卵の殻をめくるかのようにして、剥がれ落ちるということがありうるかどうか、もう少しこの続くビデオの中で詳しく、あのー、お見せいたしますけども、マイカさんから新しい写真を送っていただきましたので、もう一度ここで検証しています。 が最大の謎はですね、なぜ皆さんがあるいは誰でもいいです。今まで誰もこの事実に気がつかなかったのか、もっと言えばおかしいと思わなかったのかということなんですね。まあ、これは現代美術、まあ、あの現代あのいわゆる天然理石を使った像を集めてみました。皆さんはこうした像のです、ね、皮膚の部分だけがうまい具合に、なんていうか、うまい具合にといいますか、その、 はい。うまい感じてちょっと失礼ですけども、離れるようなことを想像できるでしょうか常識で考えていただきたいと思います。つまり、おかしいものはおかしいのです。ね。まずその原点に立ち返って、そこからその事実を見直し、その理由を考えていくということではないでしょうか。Thank you very much for watching and see you next time.、Uh, Bye!Hello! This is Hiroshihaya Shihama Series Japan.Venus in Miro with Fake Beauty. 虚構の美のミロの Venus。みなさん、こんにちは。今日はミロの Venus をまさに丸裸にします。第1話。剥がれたビーナスの美。ミロの Venus は 大理石製ですよ皆さんどうしてその大理石の像の像がですねこのように卵の殻が剥がれるかのように割れるのですか常識で考えてくださいそしてその下地にはですねなんと掘り込んだ線まであの跡までついているんですよここですねということはどういう方法で作ったかに かは分かりませんけども少なくとも私たちが常識的に知っている大理石性ではないということです。第2はミロのヴィーナスはコピー製でした。分かりやすく言えば盗作なんですね。これは皆さんご存知のミロのヴィーナスですけども紀元前12030年頃にできました。しかしその200年前にですね紀元前32030年頃にすでにミロのヴィーナスの 像はあったのです。しかもですね、紀元前、えー、32030年頃のこの像はですね、ブロンズ製ということになっているんです。いいですか、皆さん。大理石製からブロンズ製のコピーはできます。中道技術によって。しかし、ブロンズ製の銅像からですね、大理石製の銅像を作るのは不可能です。常識で考えてください。しかも、微妙に ほとんど同じなんですけどもわずかな時間差を置いてデータを取ったんでしょうね微妙に形が違いますあ例えば足が出てるとか出てないとかしかしこの今ご覧になった腰のラインなんかは全く同じなんですすなわちミロのヴィーナスは 3D フォトグラフ 3D プリンティング技術によって作られたということを第2話で証明いたしますミロのヴィーナスは皆さんご存知のミロのヴィーナスは まさに盗作でした第3話ミルヴィーナスとテからガンダーラの仏像を代表する釈迦龍像の髪の毛のパターンは同じです大きさはミルヴィーナスはちょうど2倍ありますそこで私は髪の毛を一本一本精査してみました数、位置、ウェーブの位置同じなんですただし太さだけは乱数が欠けてありますから 太くくくなななっったたたりり細はししてまますすすそそのの違いいをを除けば全く同じなんですねその話をいたします言い換えますとメロのヴィーナスもそしてガンダーラの仏像も同じ 3D フォトグラフのデータベースを使ったということなんです。これについてガンダーラ美術はギリシャ彫刻の影響を受けたと言いますけども髪の毛がどうして影響を受けるんですか 常識で物を考えてください。というような話を第3話でいたします。長いビデオになりますけども、このビデオを見てくだされば、皆さんのミロのビーナスに対するとか見方が180度変わることを私は確信しています。どうかこのビデオを見てください。Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Makote, Japan.Greek sculptures made with 3D printing technology.In Japanese, ギリシャ彫刻は明らかに 3D printing technology を使って作られています。そして新しい疑惑がまた出てきましたので、今日は報告いたします。見られたミロのヴィーナスの像です。で、この背中を見ていて、 何かおかしいと思いませんかミロのヴィーナスは大理石でできた像ということになっています。大理石でできてるんですよ。じゃあお聞きしますが、なぜ大理石の像がですね、このように川がめくれるかのように割れて、まあ、剥がれるのでしょうか。まあ、今までずっと見られてきたんですけども、考えてみれば、これおかしなことなんですよね。 今までは、いわゆるギリシャ彫刻の謎にですね、まあ,あの論理的な側面から迫ってみ見ましたけれども、今日はですね、このなぜこういうこのようにミロのヴィーナスの皮膚がですね、ちょうど卵の殻が割れる剥がれるかのように剥がれて割れるかということなんです。いわゆる大理石の像であれば、こんなことはありえないことなんですね。もう一度説明しますと、 もともとベーシックな、まあ、あの部分がありましてねそれにこのなんて言いますか表面的な大理石を、まあ、塗り固めてそしてということであれば、まあ、温度差であるとかあるいはその、まあ、強度の違いによって表面が割れて剥がれるということはありえますよね今この割れて剥がれる様子をちょっと簡単に図示してみましたがこのように剥がれているわけですね皆さん石で考えてみてください いいわゆるですかあの花崗岩の石で考えてみてみくださいこのように石で作った像の表面が,割れ,るということが割れて剥がれるということがあるでしょうかしかもですねそのいわゆる基礎の部分の,あの部分にはねこのように今ご覧になったように傷がついているんですねそして割れた部分についてもみんな均等の厚さで割れているということなんです厚さがそのいわゆるま,だまばらじゃなくてですね同じような厚さで同じように剥がれ落ちているということなんです いわゆる花崗岩の大理石の像で、いわゆる像で,です、大理石でですね、像を作って、その大理石の表面がですね、このように剥がれて割れるということ自体が、私はおかしいと言ってるんです。もう一度説明しますと、も,うもともとこういう土台、基礎がありまして、そしてその上に、まあ、こういうものを塗り固めてですよ。例えば、セメントが何でもいいんですけど、モルタルでもいいんですけども、その型を塗り固めて、そして像を作った。その後、こういうふうに剥がれて落ちたというならば、それはわかるわけですよね。 しかし、大理石は大理石です。もともと大理石なんですね。ということを悩んでましたら、誠,誠さんがですね、大変重要な情報を送ってくださいました誠さん。誠さんですね、どうもありがとうございました。大変これ貴重な資料なので、そのまま紹介させていただきます。 まあこのような資料を誠さんがですね送ってくださいました。でそれによれば、今では 3D フォトグラフテクノロジーというのは極めて進歩しているですね。この右の自動車も 3D フォトグラフテクノロジー、いわゆる 3D プリンティングで作られているんですよ。でこれはまああのプロトタイプの 3D プリンティングマシンですけども、ま、あ 簡単なも女性で,す、ね、で白いのがトーナーでで赤いのがあのサポートトーナーなんですね。サポートってことはあの形が壊れないように。 仮に固定していくんですよねそしてこの、えー、まず白いので書いてあるので赤で、まあ、あの塗り固めて徐々,に徐々に上へ積み重ねていくという方式なんですね。これはまあ最近の,の 3D プリンティングのやり方だそうです。でこれをずししますとまず下からあの下から作っていくんですね。どん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 上へ,上へ塗り固めていくわけです。そして赤い部分はあの後でとととあの水なんか入れれば取れるようになっているんですね。そしてできたところで水に沈めますとあ赤い部分があの溶けてそして。 元の形だけが残るとこれが最近の 3D プリンティングのやり方なんです。この方法でもう現在では実用化されています。例えば、リン酸カルシウムで骨を作ってですね、まあ、患者さんの人工骨とするとか、あるいは京都大学はこれは背骨の脊椎みたいですねをあのにまあ人工的なものを作ると。こうしてまあ例えば 考えていくかまあ、でも、誠さんがおっしゃるには、ですね私が指摘してますように3あの、ギリシャ彫刻というのは、わずかな時間差を置いてどんどん作っていくんですね。いわゆるはほ,ほとんど同じ時なんですけども、わずかな時間差を置いて、で 3D のデータベースを取っていくわけです。そして、それを徐々に徐々に、こうなってますか、まあ徐々にというかあの、機械にかけて掘っていく、まあ、掘るというか、い的にあー掘るという方もありいませんね。 印刷ししていくわわけけでですすプリンティングしたわけですねで以前はですね、ク子さんからちょっとあの脱足になりますけども、これはあのマク子さんがおっしゃる以前はこのようにカラーで、極彩色で着色してあったんだと、あまあ、こういうふうに、まあ、あのその例として、まあ、見せてくださったんです。そしてその色が取れて大理石だけになってしまったわけです。えー、神殿もですねこのようにきれいに彩色してやったというわけですね。 またあの、他の像もですね、このように彩色してあったという例であの示してありますけれども、大理石の上にですね、色が塗ってあったというわけです。まあ、それはともかく今、色が剥がれまして、まああの、ということになるわけですけども、まコ、あ、テさんがおっしゃるには、これはまさに 3D プリンティングによって作られた像だというわけですね。 私はこれ以前精査したこことありますでこれがですねまあ,あのなぜギリシャ人古代ギリシャ人と言いますかトール・ワイトですね明らかにエイリアンが等身大の自分たちの像を作って楽しんでいたわけですからトール・ワイトたちがですねなぜ白を好んだかということはですね例えば田島ハールであるとかまああのそしてあの というようなその部分でですねあの白を大変好んで白い大石を好んで使ってたんだということをまこ、あ、とさんはあの指摘なさっておられますで、まあ、あのところがですねいくら白いといってもですね石灰岩ですからねあのー、これがあの花崗岩岩いわゆる大石のもとですね でこれがですね、あの大石と言いましても、そのいろんな大石があるんですね。人工大理石もあれば、あ人造大理石もあるわけですね。テラゾウとか、まあ人工、人工大石。人工大石っていうのは大石のように見えるだけで、大理石は使ってないんだと。で、テラゾウっていうのは人造大理石っていうのは、ま,あ、また別で、ンにしてまた固めたという大石もあるわけですね。まあ、もちろん、そのギリシャ人類の技術はなかったはずですからね。まあ、このパル,あのパルテンの神殿にしてもですね、あの擦り合わせた部分のエラーはですね、いわゆるその そのあ20分の1ミリ以下なんですね、そして接合部のエラーは100分の1ミリ以下なんですね、それはすりああ合わせながら作ったからそういうことになったんだ、いわゆるこすり合わせてね、作ったからそうなったんだっていうの、こすり合わせでも大変だったと思いますよ。 でやっぱりこのギリシャ彫刻にもう一度戻りますけどもおかしいんですねこれは 2, 人の2つの像はですね時間差を置いて、はい、今度こっち向いてあんた向こう向いてはい写真撮りますよバチッと言って撮った感じなんですこれはですね 3D いわゆるそのなってますかプリンティングじゃなくて彫刻の方ですねで作った像だというふうに考えられますというのは大理石の模様がそのまま出てるんですねあのしかし、まあ、あの白でないとこのようなまなってますかあの あのいわゆるあざのようなあ模様が出てきてしまうんですね。で、これはまあ、ギリシャ彫刻でよく使われているあのいや石膏が、いわゆる花崗岩が取れる産、まあ、地なんですけども、あのパリパリになったとこもあるんですけどね。まあ、しかし、この産地で見ても分かるようにあの、花崗岩、すなわち大理石というのはですね、模様があるもんなんですよ。もともと、なんて言いますか、あの、 化石ですからね、化石がああの大理石になっていくわけですから、でこれはのトレイの木馬なんですけど、これも、も妙なことが書いてあったんで、ちょっと注目したんですけども、トレイの木馬はですね、ここにね、接着大理石と書いてあるんですよ、ボンディッドマーブルって。 私、このボンディッドマーブルっていうのはどういうふうに解釈しているか分かりませんけども,もちろん現在の私たちが使うようにボンドで接合したマーブルっていう意味じゃなくてい,いくつかのマーブルを組み合わせたっていう意味だと思いますよだってそんな接着剤があるはずもないんですからねそこで 3D プリンティングについて調べてみますと普通は積層造形法今言いました先ほど見せましたようにプリントアウトしプリント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 をどん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 上重ねて作っていく方法それからもう一つは 3D プロターですねこれはあの、まあ、あのもう3040年前から ハマってやっててやましたけどもコンピューターにね記憶させておいて掘っていくってやり方ですね。で 3D プロッターと 3D プリンティングでプリンティングの方は先ほど言いましたように積み重ねていくってわけです。で、えー、これ g e o u s あのビジネスのあるビジネス公式ホームページですけども、その作り方を説明していますね。まず1番、2番、3番、4番。先ほどあのミロのヴィーナスで説明したのと同じ方法ですけども、もう一度簡単にあの見ていただきますと、これはあのに。えー まあ今、あのこれ工業系の公式のホームページです。3D プリンターを今、もう製品化されているわけですね。そしてまああの、今、先ほどちょっと見せましたのは左上の、右の上の絵なんですよね。絵をこれはあの細かく細いわゆる絵を,絵を何枚も何枚も重ねていくという手法なんですね。そして、そあとで赤い部分を洗い落とすと、そうすると中に形が出てくるというやり方なんですね。 あので,ですからプリントアウしプリントしまたプリントしプリントを何,何千回何万回と繰り返しながらそして青い部分を固めていってそして赤い部分はそのサポートしておいて赤い部分は水に溶かして長い人を落とすというわけですね非常に貸しが、まあ、この方法をそのあのギリシャ時代の、ね、トールワイトたちが使っていたかどうかそれは分かりませんよしかしこの方法だと極めて細かい精緻なあのものができるということなんですよね でまあ、こ,のこの会社はです、ね、こんな高精度モデルも 3D プリンターでできますよと。あもお菓子もです、ね、このように 3D、いわゆる飴をですを、ね、固めながら作ることもできるし、このような複雑な形も 3D プリンティングでできると。さらにはこんな自動車まで、まあ、あ映画用,だ撮影用だ、撮影用だそうですけども、こんな自動車まで 3D プリンティングでできるんだということなんですね。それに思わせるような証拠が実はギリシャ彫刻の中に残ってるんですね。これ積み重ねて作ったかどうかはしませんけど、 左右の像のね。切り口が全く同じっていうのも皆さんおかしいと思いませんか？そこでもう一つ大理石の謎に迫っていますけど、大理石っていうのはですね。まあ、ご存知。まあ、真っ白というのは珍しいわけでして、あのないわけじゃないんです。このようにこのいろんな模様柄が入るのが当たり前なんですね。あのはい。 まあそれどうしてはるかと言いますと、言いましたようにこの,あのいろんな生物であるとかねあの貝殻だとかいろんなものがねかかあの堆積してそれがな何億年という時間を、まあ、ち,ちょっとその時間は分かりませんけどもこうして化石化したものが大理石ですからこのように模様が入るのが当たり前なんですよね。ところが、まあ、ご存知のようにあのギリシャ彫刻は不思議なことに白すぎますね。これもあの現地のあのギリシャ彫刻の最 靴バーダンなんですけどもそこでも今度は模様が上から見て取れるということはですね真っ白のいわゆるそのこうしたギリシャ彫刻に使われている像のような、ね、真っ白なあの大理石が取れること自体がおかしいんですよね。 えまたその彫刻家の方、ある方が教えてくださいましたけれども、大理石ていうのは掘ってみると、中にクラック、割れ目があったり、空洞があったりするんだそうですね、ですからそれが出てくると、もう彫刻がダメになってしまうんだよ、だから補災するんだよって話をしてくださいましたけれども、どういうわけだか、このギリシャ彫刻というのは見てくださいよ、土台の部分と上の人間の部分の素材が違うように見えるでしょ、下の部分、これはあの上の基礎をあとで作ったというのも見られますけれども、どうもおかしいんですねここの下のの下部部分分ととと基礎の部分とがまた違うというように も見えるしまたそのこのこれは余計なことですけども明らかにマシンカットしたような跡がありますねなぜこんなことをしたんでしょうかということも問題はまた出てくるわけですけどもともかくもこれなんか完璧に上とした素材が色が違いますよねですから下と上とは全く別の素材を使ったというふうにわかるですこれもなんとなくこう土台の部分だけあの台の部分だけあとで作ったというのも見られますまあこれ,をこれも薄いその何て言いますかあの 板ここに、ね、これはミロンとフィーナスと同じように剥がれがあるんですよね。そして足のところはきれいにこうマシンカットした指がきらり切り落とされてるんですよね。というふうにこう素材の世界から考えていってもギリシャ彫刻は謎だらけだということです。まあ、も,もっともこれなんかは 3D プロッターの方でしょうね。同じ素材で基礎から全部作ったケースですね。これもあの基礎と上が同じだからというふうに考えられるわけですね。で、黒い部分は後から付けたと。でこれもおか,おかしいですね。このあまあ 丸い部分は同じなんだけども、も次の木,あの木の部分は素材が違うと。でこれもあのおそらく 3D プロッターの方ですね、掘ったんでしょうね。ですから、まあ、エイリアンたちはですね、3プロ,プロッター方式で彫刻したり、あるいは 3D プリンティング方式で、えー、彫刻したりして,人はしていたと思います。ところがこれはおかしいんですよね。どちらのかは判別がつかないのもあるわけです。このように右の方は 3D プロッターで掘ったのかなと。同じところに同じような線がある、傷がある。 これは 3D プロッターの方だと思いますね。我れはプリンティングの方かもしれません。あのしかし、下の方の土台の色とは違いますね。でこれなんかは、どちらかというふうに判定しても難しいんですけど、これは 3D プロッターの方ですね。あの顔にムラが出ているということは、大石で彫り込んだんでしょうね。 あーもしプリンティングであれば真っ白になって出てくるわけですから。っていうふうに考えましても、この、えー、ミロのヴィーナスのこの剥がれ落ちた大理石というのは謎なんですね。どうしてこんな剥がれ落ちるのか、ってまだ私たちの知らない未知のテクノロジーがあるのかなというふうにも考えます。あーもう第3の方法ですね。第3の方法があるというふうにも考えられるということですね。この方式はひょっとしたら、平和用のね兵士たちの作り方と私は似ていると思います。あのー なってますかね殻だけを作っておいて中を後でくり抜くあ平和の兵士は全部中をくり抜いてくりぬいてか溶かして出したんですけどね同じことがミケ,ミケランジョロにつけたピエーター像についても言えるんですよ皆さんまあ、これ 3D フォトグラフテクノロジーで作られたということは以前証明いたしましたけども今日は素材の面から迫ってみたいと思います、えー、この前は、まあ、今まではねこの模様であるとか彫り方でこの 証明しししててきましたけどこのの素材の面かからもも考えてもおかしいんですね大石特有のここに線があるわけですよね。で、台の方にはその線があって、上の方にこの線が伸びていくんですよね。そういうところがですね、ペーターーのところで消えるんですね、この線が。 今ご覧に入れますからよく見てください。いいですか下の台の方はこれは大理石の特有の線が出てますよね。それが上上へと伸びていくわけです。上というか、線に連続線があるわけですね。ところが、ペーター像の方では別にこれ、あの剥がれてるわけでもないのに、ペーター像の部分に来ると、この線が切れてなくなっているんです。そして、ペーター像全体にはこの線はありませんね。ということは、この線から上は 3D プリンティングによって作られた可能性が極めて高いといわゆる大理石をね粉々にして粉末にしておいて、それをって レザー構想燃のような、ね、極微的に熱を作るような方法であ像を積み重ねていった。掘ったんではなくて積み重ねていったんでしょうね。真っ白ですから。あの同じ白いあの大石の粉末を使って固めていったということが疑いが濃厚になってきましたね。さらにこれから証拠をいろいろ集めていますけども、こんな真っ白の大石像。でこれはあおそらくあの自然のマーブルで作られますから、村の出方が自然ですね。明らかに大石です。 がやはりもた謎に戻りますけどもあ、ミロのビーナスだけはどうして大石の川がですね、ペロッとめぐれるように剥がれをしたのでしょうか皆さん、もう一度考えてみてください。でこれはピエタ像です,ピエタ像ですけども、何度も見ますこれリーフォトグラフ。これはああーー、あの、スキリストの光沢ペアのマリアと比べてみるとあ、謎が解けますよ。そのビデオはまた以前、まあ、あの出しましたので、また興味のある人はご覧になってください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is a sort of a uh, private uh, answer to Mr. Christopher Lovinson, UK, about ancient sculptures in Greece. I got a mail from Mr. Christopher Lovinson, and this is my answer in Japanese. Minasan uh, UK, Christopher. ロビンソンさんという方からですね、まあ、このようなメールをいただきました。で、まあ、この方はですねあの、いわゆる彫刻の専門家なんですね。で、ロンドンのロイヤルアカデミーで美術を学びと、と現在も現役で仕事をしていると、そういう方なんですね。まあ、そういう方、まあ,あ、もうこの前に、 2度ほどあのメールの交換しましたけどもあのそれについてのまあ何て言いますかそれについてというかギリシャ彫刻はねあの人間が作ったものであると。という、まあ、あのギリシャ人にはそれができたんだと。で、まあ、それに対して私はですね コメントに返事を書いていてるわけであります、まあ、こうした疑問といいますか反論は大変多いです。あのギリシャ彫刻は 3D フォトグラフテクノロジーによって作られたということに対してですね。でまあ、私がそういったそのこうした結論に達するにはですね、それなりのまあ前段階というのがあるわけです。決してそのロビンソンさんがおっしゃっているように政府的な、ね、発想で。 いわゆる、そうなんて言いますかあの、直感だけにね、頼ってあの言ってるわけじゃなくて、最初はあの私自身もねあの、そうでは、そういうことはありえないなというような感じで調べ始めたんですよね。しかし、あちこちでそういう情報がつながっていく過程の中でね、えー、だん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 疑念を持ち、さらに、えー、確認することによって、あの まあ、自信を持ったわけですよねあの自信を持ちましたそれでまあ,あのこうまあ、いろんなビデオで発表しているわけですでまあ,あの信じられないという方は結局はその古代ギリシャ時代にですねギリシャ彫刻の時代にですね 3D フォトグラフテクノロジーというものがあったのかとあるわけがないだろうというのが、まあ、大前提であるし私自身もまあごくてまか普通の常識 持っているんですよねですから私がそんなことを言えば相手の方はそう思うだろうなっていう程度のあ理解力はあるわけですから当然その辺りは慎重にまたその、まあ、慎重に地盤,が地盤固めをしたわけでありますそしてその上で発表したわけですねでどうしてそういうことになったかっていうことなんですけども今皆さんにあのこうしてギリシャ彫刻をですね 比較検証しているのを見ていただいておりますけども、まあ簡単に順に説明していきますと、ですね右の方はあの、えー、ダメマイマイキャランジョのダビデ像ですね、有名な、で左の方がギリシャ彫刻。まあこれ今あ、今のこれ見せてるのは浜松の会社がね 3D フォトグラフテクノロジーを使って、右のようなあの模型を作ることができるんですね。左のはあのあのああ で右のような図形を作ることができる時代になったわけですね。ですから今から50年前に、です、ね、あれ30年で見んですけども、3D フォトグラフテクノロジーのような発想ということを言いましたら、完全に無視されたでしょうね。まあ、その頃、まあ私はの1970年の終わり頃には、すでにあの NC ルーターの会社、ハマー松に2社あるんですけどもね、ね日本でも2社だけだったんですけども、いわゆるコンピューターに、ね、よるコンピューター制御のカティングマシンというのが、あの でできてたわけですねその、えー、製品のカタログの翻訳なんかやってましたのであのー、そういった機会があるということはすでに知っていましたしあの当時簡単なの簡単なというか、まあ、簡単でもないんですけども能面ね能,面あの能の時に使うあのー、能面を,を掘る程度の技術はあったんですね。 まあそのあその後も急激に進歩しまして、今、皆さんご覧になっているような 3D フォトグラフテクノロジーというものがあ一般化したわけでありますあの。もうそういった会社もあるわけですね、まあ、製造会社もありますし、またその 3D フォトグラフテクノロジーを使った、まあ、彫像なんかを作ってねあの、売っている会社もすでにあ,のあるわけです。ですからあの、なんて言いますかね、3D フォトグラフテクノロジーというのは、まあ、あの一般化しているということなんですよね。 じゃあこれから少しずつあのギリシャ彫刻を見ながら皆さんにもう一度その 3D なぜ私がですねギリシャ彫刻は 3D フォートテクノロジーによって作られているかということを少しずつ説明していきたいと思うんですよで、まあ、ちょっとあの はい、あのあのは早送りになってますから、あのうまくでき説明できるかどうか分かりませんけれども、頑張ってやっています。これはあの一番初期の頃のギリシャ彫刻なんです。で一番初期の頃はですこ、ね、あの,、まあ、あの全く同じものを作るということに、まあ,あの エイリアンたちはですね、はっきり言えばエイリアンたちはあの力を注いだみたいですね、例えばこの2つの像は別々のところで隠されてますけども、まあ、痛みの、ね、損傷程度は違いますから、違って見えますけども、基本的には全く同じなんです。いわゆるその大量生産品なんですね。 ですから、両者比べてみますとわかる。それがだんだん、だんだん、だんだんというか少しずつバリエーションを彼らは加えるようになりましたね。しかし、残っている部分、同じ部分を調べると全く同じなんです。この場合、向,向かってというか、下ですね、左側の,あの大体棒を見てください。後の部分は色い々ろいろポーズを変えてますから、比較しにくいんですけども、大体部を見ていただくと分かります全く同じなんですね。まあ、手,手だとか、そういったところはまた違うところ、違います。 でまあ、こういうふうにこうだんだんこう時代を追うごとに、これはその,その次の時代ぐらいにできてくるんですけども、顔を見てください。で女性の顔なんですねでこれあの。この女性の顔はですね目があのややこう向かって右側の目があの上がり目と言いますかね、あのちょっとこうアンバランスな目なんですけど、そんなところまで同じなんですね。ところが不思議なことに髪の毛だけは違うと。で最初にそこに気がついたわけです。どうして髪の毛だけ,だけは違うのかと。 こうした細かいね、まあ、そ、まあ、らく絹製品。当時も絹の、絹がね、中国からあのシルクロードをあってつくつあの伝って、あのギリシャにも入ってましたから、あの薄いこの衣をね、こうした表現していると。で、なぜ髪の毛だけは違うのかと。顔は全く同じであると。ね、そしてあの衣服も精緻なほどあの表現してあると。 ところがなぜ髪の毛だけは違うのかということが私の最初の疑問だったんですね。と同時に、あの全く同じ髪の毛のパターンを持った像もあるわけですね。例えばこれはミ,あのミロのヴィーナスですねあー。ですけども、右は皆さんご存知、一番右を向かって右は皆さんご存知のミロのヴィーナスです。ディアナ像もそうなんですね。本当は3体あったそうですけども、今現存しているのは2体なんですけども、これら2つの像はディアナ像ですけども、 非常によく似てるんだけども、しかし違うんだということなんですねで。どこが違うかというと、靴の紐はは、ね、一本一本精査してみましたけど、全く同じなんですけども、髪の毛だけは違うと。そしてややポーズが違うんですね。ほんのわずかだけども動いてるんですね。モデルさんが。ということは、あのまあ、今ふに言えば 3D フォトグラフの、ね、最初のデータベースを撮る写真撮影の段階で、少し動いたということなんです。あるいは少し間があったということなんですよね。 時間差があるわけです。ですからわ、わずかながら動いていく。例えば、まあまあ、ここでもう一度ビノル・ヴィーナスを精査していますけども、アプロディーティー、アプロディーティーというんですね、テーというか、さアプロディーテーですね。日本じゃビノル・ヴィーナスと言います。でこれがですね、紀元前百数十年できるんですよね。 で、私たちはこれをミロのビーナスと u s で。こっちら右の方はですね、ブロンズ像です,像ですけども、紀元前320年できてるんですね。ごめんなさい。ということは、この2つの像の間には200年の差があるわけです。で、あのここで皆さん注意してほしいのはですね、鋳造で作ったということを皆さんおっしゃるんですね。あのロビンソンさんも鋳造で作ったってことを言ってますけども、いいですかあのブロンズから 例えばあの大理石で作った像を鋳造してブロンズ像を作ることはこれは可能なんですよ。わかりますね。ところが、あのブロンズ像からそれをあのコピーして大理石像を作ることは不可能です。方法がありませんね。あ唯一で,できる方法とすればですね、大理石をこのあのドロドロに溶かして、やはりこの、なんて言いますかあの液体状にして、液状にして、そして型にはめ込むという方法であるわけで可能かもしれませんけどもね。 大石を溶かすねということは、それで可能かどうかという問題ですよね。まあ、それは分かりませんよ。そして、この2つの像を比べてみますと、全く同じなんです。ところが、わずかだけあの、衣服が動いてるんですよね。それから足あのあの、足が出てる、出てないという違いもあるんです。でもちろんあの、ミロのヴィーナスって私たちが呼んでる像は、あー手両手が折れてますけどもね。 あの皆さん自身ではその特に腰のラインを見てください、ね。ここで足の出方が違いますでしょう。で、向かって右の足が出てるというような違いはあるんですよね。ということから、私はこの、なんて言いますか、この、模国にしてはあの、なんて言いますか、あの完璧ではない。特にここも、逆にここまで模国するんなら、なぜ髪の毛は変えたかという疑問が出てくるわけです。 なわち、髪の毛だけはですね、今でも、今ってかう 3D フォトグラフテクノロジーでも、あの写真を撮って、それをあの彫刻することは不可能なんですね。理由は簡単ですよね。髪の毛は細すぎます。ですから、髪の毛だけは他のデータベースを持ってきて、くっつける。あるいはあの、3D のねあの、彫像を作っている会社なんかでも、髪の毛だけは大体大まかに作っておいて、後で細かい線を、あまあ、例えばナイフのようなもので入れてるわけですよね。 でさらに私はあのここで気がコードキャンついたのは、今度は逆にですよ、ガンダーラの仏像、釈迦竜像とですね、というかミロル・ヴィーナスとは髪の毛のパターンが全く同じなんです。髪の毛の数、位置が同じなんですよ。ということは、同じデータベースと両方の像に使ったということになってくるわけです。ここで髪の毛の毛 髪の毛だけはデーターベースを使ったなってことが、ここで私は気がついたわけです。で、この精査には1週間ほど毎日ありましたからね、私。ですから、この髪の毛とこの髪が同じだ。番号まではあのつけてやって同じだということ気がついてただあの、スタートラインが違うってことと、ウェーブがかかってますからね。それから、あのー、ランダムの係数が、ランダム係数がかけてありますから、あの細い、太いは変わってます。しかし、同じなんですね。 で、この240号の中では、ミロのヴィーナスは盗作であったなんてね、まあ、あのー、ギョギョしい名前をつけましたですけども、そのざ、まあ、なってますか、前置きが少し長いんですけど、ね、この2つを見てください。作者も違うということになってますよ。で、両方ともこれ、女性なんでしょうか、男なのか分かりませんけども、見た感じ、全く皆さん同じ顔だし、同じ作家だと思いますよね。ところが髪の毛だけは違うんです。ここが、あの、実に初めに不思議なところだったんですね。どうしてここまで似せて作ってるのに、 髪の,毛は髪の毛だけは違うかという問題ですよね。でも、まあ、あの魚のマにクエスションマークついてますで、まあ。今度はこの像を2つ見比べてみてください。ポーズが少し違いますねあの。手が上がったり下がったりしてます。髪の毛は違いますよ。もちろん先ほど言いましたように。で、この像を2つ見て、全く同じものだということ。全くということはねあの、基本的には同じだということに皆さんお気づきになると思います。 同じですねあの。この部分の形も同じです。それから特に見ていただきたいのは、ですね足の太さなんです。この微妙なラインというのはそんなに簡単にできるものじゃないんですよ。すると皆さんはね、これは鋳造で作ったというのをおっしゃるんですよね。ところが鋳造なんかでできるはずがないんです。大きさが違うんです。3倍と21センチと63センチですからね。それからこれは3人の女性というのはあの同じ女性なんです。体がみんな同じなんです。不思議なぐらい同じなんです。ところが、 髪の毛だけは違うんですよ,、ね、よく見,て見比べてみてください。これはあの、まあ、多少前も言いましたけど、スケベ心のある男性ならば同じ女性だということにがお分かりになると思います。ところが髪の毛だけは違うんですね。こうしたことを積み重ねながら私は 3D フォトグラフテクノロジーだというふうに行き着いたわけです。例えばこの2つの像はこれらは2つとも大理石です。ところが部分的によく見てくださいね。同じなんだけども例えば ままああて言いますかねあの向かって右側の膝が上がってますね、一方は左の方は。しかし、人は下がってる。それからあの足のラインが違うとか、首の傾きが違うとかということで、わずかながら違うんです。これらの3人の像もそうなんです。1人はあの左右が反転してますね。着物を見てくだされば分かります。まあ、ともかくこの3人の女性は、ですね乳首がねちょうど右と左と、あの、まあ あの乳首がその陥没してるか陥没してないかという違いがあるんですね。ですからあの左右反転しているということがわ分かったわけです。まあ,あのそうしたその微妙な違いまであの表現してあるこれまた後,後で出てきますけどあの顎の下にあのニ,キビニキビというか吹き出物が出て,出てるんですね。それまで同じなんですよ。でガンダーラ美術についても同じことが言えるんです。わずかだけでやっぱりバリエーションをかけてるんですよね。膝のの出方でからあの この中の2人はですね髪の毛のパターンが逆に今度は全く同じなんです。今度はまたギリシャ彫刻に戻りますが、これらの3人の男性は同じ男性だということは皆さんお分かりになると思いますよ。えーまあ、同じモデルを使ったんですね。あのですから師匠あのロビンソンさんが言うようにね、マスターの,その作品をまねて他の弟子たちが作ったというのは当てはまらないということなんですよね。 だったらなんでこんなふうにあのポーズが違うかということなんですけども、あのー、同じように作るんだったらポーズだって同じように作るはずでしょ。でこの上とあのー、先ほど言いましたこれ先ほど見せ,見,せ見せましたけどね大きさが全く違うんですよ。あのー、一,一人は2 1六十6 3ンチちょうど台の長,あ長さを、あのー、高さを取りますと、えー、ちょうど6 2ンチかちょうど、ね、あの3分の1という数字が出てくるんです。 でこれが鋳造,造で作ったんではないという証拠になるわけですねで。これからお見せする3人もやっぱり同じモデルといいますか同じ男性を使ってるんですよね。ところが髪の毛だけは違う。だからだだだ逆,逆,逆に考えてみてください。どうしてあの体なんかはみんな同じなのに髪の毛だけは変えたのかということを逆に皆さんお考えになってください。それからこれは有名な、まあ、有名というかよく知られた像ですけども、これは忍耐はですね、下着が同じなんです。 で上に来ているベルトであるとか上着は違うんですよね。ところが下着は同じ。ということは逆に言いますと下着を着たまま、ね、あの上着を描いてもう一度 3D フォトグラフのデータベースを捉えたすなわちカメラの前に立ったということになるわけですよね。 決して1例や2例ではないんですよ、私が言っているのは。皆さんねあのちょ、まあ、そういうことじゃないと思ったら、なぜかというと、まあ、そういうことを言いますとね、まあ、強力な、強烈なの反論がぶつけられるだろうな程度のことは私にも分かりますから、それなりのね、何て言いますか、下準備というか、調査をした上で、そのように申し上げているんですよ。 でこれら2人もあの同じデータベースを使っていると、同じモデルを使っている、まあ、ただ、わずかながら時間差が違うということなんですよね。でこれは,、まあ、これはあのかなり損傷が激しいですけども、でも足を見てくだされば分かりますね。模刻、模刻って簡単に言いますけどね、あのそれはあの専門の方はそういうふうにおっしゃらないかもしれませんけども、真似してちょあの、例えば大理石を掘る方が実は難しいんですよ。 それぞれもきちんと寸法を測らなくちゃいけないんですから、自由にパンポン、パンポン,ン掘っていくの方がむしろ楽ですよね、常識的に考えて。また逆にここまでね、模刻できる技術、を持った彫刻家であれば、模刻なんかしないで、えー、自分の作品を作りますね、まあ。話戻しますけども、右と左、200年の間の下があって、そして右の方はブロンズ製で、左の方が大理石なんですよね。 そして髪の毛だけは違うんです。似てるような髪の毛を使ってますけども違いますね。そして特にこの2つの像で注意してほしいのは向かって左側の腰のラインなんです。まあそれ見て、見るとここですね。この向かって左側の腰のラインをよく比べてみてください。そしてかけた布、彫り方のね、シャープ、あるいはその丸みっていう意味ではその、おそらくコンピューターにね、カッテ,ティングするときにそうしたあの命令をね、 あの入れるわけでしょうけどまろやかに掘れとかするとこ掘れとかっていうようなことはやるでしょうけどもあとは